当時3人の彼女がいて、どの子も良かったんだよね。どの子も愛してたし、でもどの子と結婚するかっていう風になった時にすごい悩んだんだけど、一人ずつ50万円渡すことにしたんだよね。一人ずつの女の子に50万円渡して、どういう風に使っていくのかなと、その50万円をね。一人目の子はなんか美容院行ったりとか、なんか洋服買ったり靴買ったりとか、そんなんして綺麗になってきて、でお金ありがとうね、あなたのために私は綺麗になってきたよって言って、すごいなんか見違えるほど綺麗になって戻ってきたんだよね。で二人目の子はなんか俺の好きな靴とか、俺の好きな洋服とか、俺の好きなゲーム機とかを買って、これあなたにもらったからあなたにあげるね、だってあなたのことが好きだからと、俺があげたお金なのに俺のために使ってくれた。で3人目の女の子ね、俺が渡した50万円全部投資に使った。投資に使ってどうしたと思う？そのお金をすぐ2倍に増やした。倍に増やして半分を俺に返して、いや本当にありがとうね、あなたのおかげでお金を稼ぐことができた、お金稼ぐことができたから半分はもらったお金だから返すねって言って返してきた。いや本当にどの子もいい子だなと。でも結婚するなら誰にしようか悩んだ挙句に、僕は一番おっぱいの大きい女の子を選ぶことにしました。